はいどうも、TTT です。ふれあい出版局続きやっていこうと思います。前回は、なんと、豪華なオフィスに引っ越しましたね。で、新しく2人雇いました。今日は何やってっかっていうところなんだけど、やっぱり言っても、トロフィーだよね。受賞トロフィーを取ってきて、文学賞は取ってます。デザイン賞も取ってます。グルメ賞は取ってません、まだ。美味しい記事に贈られる特別賞、意味がわかんない。美しい記事に送られておくでしょ、意味がわかんない。準グランプリも取ってません。誤植だらけで読めない記事に送られる不名誉、これは別に取らなくてもいいのかな、取った方がいいのかな。一応グランプリ もちろん取ってません。ここら辺をね、まあグランプリまではいきなり行こうとは思ってないけど、準グラぐらいはね、略してるけどカッコつけて準グランプリぐらいはね取っていきたいなと思ってます。で200溜まってるんで山岳も行っとこうか。メンバー大丈夫？大丈夫だね。みんな100オーバー。割と悪くないと思うんだけどな。これでいこう。いけ。で、今本も売って6億6000もあります。人もね、もう2人雇えるっちゃ雇えるんで、入れてもいいかなっていうところではあるんだけど、まあこの探検終わった、いや、もう入れちゃうか。これだけど、もう1個あると思う？さらに来るかな、体験入社以外に。まあでもどっちにしろ人入れて、ダメだったらクビにすればいいからクビにすればいいからって今の世の中に言ったらめっちゃ嫌われるけど、ゲームだからね。仕方ない。39で 95% ならやってこう。しっかりね、なんか広がれ、なんか話題とかいいとこ教えてください。スケッチか、スケッチって難しくない？スケッチって難しくない？書けるそんなんだよ、ネタ。スケッチ。今のステッチは、ステッチだって、スケッチはみたいな。こういうのが人気ですみたいな感じなのかな。よし。で、議会の方が今、13億あって、一応、進めてますね、今。文化交流の方進めてます。でお金がね13億あるから使っていきたいところであるけど、維持費がね結局かかってくるので、で今でも6000万ぐらいはプラスだね。毎月6000万分ぐらいはなんかやってもいいかもな。じゃあ声かけ運動復活しよう。生活維持費600万だから。でこれとゆるキャラは娯楽か。娯楽いらねえんだよなこいつらに娯楽、生活、娯楽、復職、じゃあこれやる。9億もかかんの、費用ちょっと高い。こんぐらい、映画祭ぐらいにするか。映画祭ってすごくない？街で映画祭するって結構な規模感の街になってきてない？もうこんにちは、我が社の知名度がうなぎ登りで喜ばしい限りです。病院ね。あ、さらにエステサロン、じゃあエステサロンも研究しとこう。あ、なんかそういえば増えてたりするかな、俺。あ、なんか今、あったな。まあ、いいか。入れてないところは、建設がゼロになってるところ。あ、ないね。全部入れてるね。全部入れてます。あ、いけない。2回行ったらいけるかな。もう1回行くか。あ、まだいけない。すぐいけない。いや、すぐいけないんだった。ややこしいなこれ。あ、そうだ、募集してた。いいやつ来るかな。こいつらはもう一回来てもう解雇してるぐらいだね。ミルキー123は悪くないけどな。日陰ちゃん、あ、もう同じやつしか来てないわ。ミルキー、鈴木、じゃあ探検担当で入れとく。123で一応いるかな。まあいざとなったらクビにすればいいけど、入れとく、入れとくか。じゃあ OK、 これで OK だね。これでエステサロン、ちょっと忙しいぞ。エステサロン、じゃあ誘致して、あ、そうか、結構かかるんだもんな。残しておけばよかったかな。
よし。ただ今んとこどうなってる？全然維持費はまだ立ってないからあれだけど、うん、大丈夫だと思うんだよな。維持費さえ超えてれば大丈夫なはず。さあ探検の準備ができたから探検もう一回かせよう。これでミルキ、トドロキ、パミ、こいつってさ、っていうか走り幅跳び、もうこれで行かなくなったんだったらいらねえな多分。いや、新しい募集方法欲しいな。雑誌も作っとくか。紙面構成で広告の方は、うん、ひしょこリターンズの、あ、待って、ああ、そうだね、のままだね。うん、じゃあちょっと新しい雑誌も作りながら進めてこうかね。なんかさ増えてたけどさ、スケッチってさ、スケッチって何？スケッチって何？絵描くスケッチってこと？絵描くってこと？じゃあ学生にスケッチで山みたいなさ、山岳、山岳でスケッチ、これはどう？悪くないんじゃない？人、そっか、スタッフも増えたから元々のここのひょっとしたら良くなる可能性もあるんじゃない？いい記事が書けるかしら、不安だね。それは不安だよ。俺もスケッチって言われたら不安だと思うわ。スケッチな山岳だね。あー、だけど全然高くない。あ、でもいい企画だって。でもなんかあんまり良くないな。まあでも人数多いから頑張ってくれるでしょう。さあ行ってるぞ探検の方が。お、80もある、いいな。あんまり使わなくいけるのは助かる。そろそろこいつらをレベルアップさせるのもいいんだけど、うわ、できればなんか強い人が来てからの方がいいんだよな。なんか弱いやつらを強くしたところで結局強いやつ来た時に解雇しなきゃいけないったらお金とか無駄だと思うんだよね。地図牧場、地図牧場か。じゃあ牧場にも探検できるようになるってこと？牧場、牧場って、まあまあ悪くはないのかもしれんけど、やばい、お金足りるかな。2億大丈夫か。よし、あー、そっか、これやってたんだった。まあいいか、言ってるやつら大丈夫だよね基本的には。え、25しかいかん。まあまあまあ、でもいい、この雑誌はいいわ、ある程度金さえ作ってくれりゃ。よし、じゃあこれもガンガン使って実行していこう。これでね、なんか新しいその募集方法みたいなの教えてくれたり、え、これで募集方法教えてくれるんじゃなかったっけな。教育、ポエム制作、何で知れるんだっけな、忘れちゃったな。あ、秘書臨時企画、秘書庫リターンズレベル2になりましたね。原稿料もアップ、原稿料670円もらってんの、めっちゃ儲かってんじゃん。能力アップ、これで能力上がるのも本当にいいんだよな。ちょっと牧場にも行かせたいな。あ、牧場研究しなきゃダメだっけ。あ、これも研究か、全部。じゃあ研究しよう。いいぞ、どん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 進んでる感じはするよ。前に進んでる感じがする。面白さアップやってみるか。いや、ダメだ、今牧場にも行かせたいからな。ハニー・ゴンザレス、見せてやれお前の能力を。おお、いいじゃない、45、悪くないんじゃない。うん、の全体的に100ぐらいになるようになってきたね。これはでもやっぱ売れるよな。あ、あえてちょっと、まあでも罰金取られるからな。あ、来た、人数増えてるか。でも早く合併したいよね、やっぱ。ララバイ23しか増えん。じゃあどうしよっか。あ、でも牧場、牧場の探検だけ行こうか。牧場ね、難しさは3なんだね、結構難しい。でもなんか新しいとこだから、ひょっとしたらなんかいいやつあるかもしれないしね。よし、行ってこい。赤字めっちゃ増えてる。あー、でも今作ってるからか。さあ行け、牧場、牛を探せ。あれ、
89しかダメージ与えれないの？100いってなかったっけ。はい、いいとこ教えてください。そうですね、こういうところでしょうか。プロレス、プロレスはまあ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 記事としては書けるんじゃない。プロレス雑誌があるぐらいだから。スケッチの雑誌はないと思うよ、俺は。分からんけど、イラストの雑誌だったらあるかもしれんけど。何かください、知識データ。はい、うわこういうのやだわ、めっちゃ使うじゃん。でもミスるぐらいだったら行きたいんだよな。 93% ケチったよ、ケチったよ、若干ケチった。いけ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 、 93% いくでしょ、安心してみていいよね。 OK、 新たに濃厚チーズが実施可能になりました。濃厚チーズが実施可能になりました、意味が分かんないんだけど。ナイスなんが実施されるの楽しみにしてます。あ、事業作れるってこと。あ、クリアした。でもあ、 100% いった、いやよかった。あんまりでもなんか大した情報もらえなかったな。濃厚チーズって何？18億もすんの。丹精込めたチーズを名産にして。なるほどね、そういうことね。まあ牧場あるから牛も育ってますよ、うちの町はって感じなのかな。わあいいね、一気にプラスになる。やっぱ雑誌作ったら作っただけいいな。あー増えてるから、なんかやってみるか。じゃあ能力高めのやつがいいな。あ、こいつで増えたやつがポエム。あー探検か、まあやってみるか一回。あーでも結構増えるね。あ結構増えるかもな。あでもカメラマンレベル1ランクアップさせるか。記者のレベルアップ、これ結構伸びたような気がするんだよな。こいつのライターのレベルを上げちゃおう。ほら18とか上がるもん。うんいいんじゃない。いや 20% の年俸アップが高いんだよな。あんまりな、みんなやったらキリがないか。デザイナー、カメラマンでレベル1でさ、あ、で、あ、こいつ上級職じゃん、カメラマン。じゃあレベルアップしよう。渡辺さん、いいね。13、あんまり上がってないけど、もう一回やってみるか。あ、レベルアップにこれ使うんだったんだ。まあ、いっか。よし、じゃあちょっとカットして、まあ、発表かなまで行こうか。あとはもう制作適当にするだけですね。もうこっち側もないから探検もしないんで。うん、適当に制作してきまーす。さあ来ました、今年のアワードが発表されるようですが、2点ぐらいか。あ、3件か、俺3件作ってるか。まあそこそこなんだかんだ取ってない時は作ってるのでさあ何でしょう、俺が何作ったかここで分かるね。まあ組み合わせだけだけどね、タイトル決めれてないから。学生の繁華街ショッピング、学生が繁華街にショッピング、別に普通のことやってますよ。何がいいのあるかなって探して。学生でスケッチイン山岳特集、普通のことやってますよ。なんかちょっとでも逆に声大丈夫なのみたいなやつも面白いかもね。ハマったりするのかな。中野坂、中野坂髪練り歩きって書いてビューティー。ここのビューティーとかってさ、美人のカルクリどうやって撮るんだろう。普通に出してれば撮れんのかな、女性向けのやつ作ってれば。学生、おお、ジュングランプリ撮った。学生と牧場で宝探し、面白そうでしょ。学生と牧場で宝探し、うわ、ジュングランプリ撮ってる急に。まあ五色はね、まあこれ最後でいいかな。なんか脱走ペンギンへ、いや面白そう面白そう、タイトルいいよ、惹かれる。えっていうかさ、タイトル変えれんのマジで。かえ、もう36だか37作作ってるけど一回もタイトル変えれてないけど。笑えるパソコン用語、いや変えてるよね。さあ3つ取ったのか。準グランプリついに取ったな。見事に3個のトロフィーを受賞しました。これで我が社の知名度もうなぎ登りですな。あ、知識データポイント100ポイント。準グランプリ取ったけど何か言われたりしないの。しなさそう。さあ2800人、まあまあ増えてるけどな。
こう33か。やっぱあと2回必要だね、ララバイ帳とは。うん、じゃあまたちょっと進めてこうかな。特に変わった感じではないです。はい、あれから半年ぐらいが経ちましたね。特に変わったことはなかったんですけど、監視島にメールが届いたそうで編集部へ転送されてきました。はじめまして、北アルペン市長。北アルペン、え、あれ、次、ついに市との交流が始まったね。市を合併できんの楽しみ。市を合併してめっちゃ増えそうじゃない。いや、じゃあちょっと市の合併楽しみにしてやっていこうと思います。まあそのままね、引き続き今やってるところがまだ終わってないので、お、6時あ、いかねえな。うん、今やってるところをまずとりあえず吸収してからね。吸収勢いが全然伸びないな。どうしたらいいんだろうな。やっぱりこれでちょっと増やしていかなきゃ。あ、復職がめっちゃ伸びてる。これやっていかなきゃダメかもね。お金も結構28億あるんで、やってっか、ガンガン。そうだね、ちょっと高いやつやってっか。娯楽、待って、食事30いいじゃんね。これもやっちゃうか。たっけえけど食事あげよう。よしよし、とりあえずこれで7億ぐらい残しておきたい。授業もガンガン進めてね、やっていこうと思います。さあ、そして来ましたアワードの発表。特にこの1年本当に何もなかったな。5件もノミネートされた。まあ本当にずっと雑誌作ってたからな。前回、去年準グランプリ取ったじゃん。グルメとかビューティーだっけ、なんかそっちの方取りたいな。繁華街の恋人プロレス、どうこのエッチな感じいいでしょ、繁華街の恋人プロレスだよ。気になるでしょ、見たいでしょ。次は恋人で浴衣 in 繁華街。まあこれ普通にちょっと作ったやつか。ガチのグランプリとか狙ってる用の、合うんじゃないかって思ったやつね。グルメショーは食べ物とかさあ、え、取れた取れた、子供で焼き芋 in 畑特集。あ、そういうのっていいんだ、焼き芋とかでもらえるんだ。あー、なるほど。じゃあビューティー系のカテゴリーでいいんだ。あ、え、取れた、恋人と繁華街で真珠プロポーズするのかなみたいなところで、ね、真珠であんましねえけどな、ダイヤだけどな。え、ブロッコリーその歴史、うわ、めっちゃ見てえわ、ブロッコリーの歴史知りてえわ。俺取れなかったか。でもまだ4つで1つ残ってるよね。美人のからくりいや、五色大賞意外に気になるの多いんだよな。いや、グランプリは取れないか、まだ。どうだ、いけないか。まだ早い、ブロードウェイ特集、これは別にそんな興味ないわ。マジか。だけどもうビューティーとかその辺取ったの4個過去最高だね。今回でも準グランプリ取れなかったな。あ、美食クラブ、はい、受賞おめでとうございます。部員たちも子供で焼き芋 in 畑特集を大絶賛してましたよ。そこで今回は特別商品もつけることにしました。どうぞ受け取りください。広告の技術、広告の技術、ビューティーの方も来るでしょ。こんにちは、女子会会長です。受賞おめでとうございます。みんなも恋人と繁華街で真珠買わされてんだろうな、彼女に絶対買わされてるよ、真珠大絶賛してましたよ。そこで今回は特別商品もつけることにしました。何、探検の追加パック何その DLC コンテンツみたいな。それも研究なのか。探検の参加者が増えます。あ、それめっちゃいいじゃん。あ、すげえ近接やったけど広告枠が増えます。あ、いいじゃん。金も5億2000もあるんでね、ガンガンやっていこう。10億ぐらいあったんだけど、5億ぐらいはあれにしました。あのこいつらをね、教育しましたね。3700人増えた。あ、あ、ララバイ行った。合併の誘い、さあついにララバイと合併できるぞ。で、合併するのに金かかんだっけ。あー、28億かかんじゃん。うわ、高っ。
じゃあ待とう。もうすぐ多分4月になったらお金もらえるはずなんだよな。さあ探検1人増えたし、探検も行かせるか。223もあるしな。行ってこい探検。探検の方もね結構進めてあります。あと2個になったね。神社4人。あー轟4人行けば結構でかいんじゃない。やりやすさ出るんじゃない。そういうのもあんだな。雑誌の広告が1つ増えました。じゃあそれも増やしとこう。あ本当だ、1つ増えてる。じゃあ書店とか初めの方のやつ、やってないやつね、やっとこうか。でね、秘書コリタンズをそろそろ誰でも簡単50分クッキング、まあ誰でもは言ってないけど簡単50分クッキング、50分あったら大体何でも作れそうだけどな。余り物で簡単に作れる料理レシピ、まあ余り物で作るわけだからやっぱその分時間はかかるよね、どうしても。うん、考える時間に30分はかかるからね、っていうのを書いてみようかなと思います。契約ありがとうございます。腕を振るっていい作品をお送りしていきたいと思います。思った次第女性と中年に変わるのかな、これで上がる。あ中年、ついに中年来たな。さあ神社、あ4人いるね。あ1位取ってるって。書店でも目指すとこに置かれ雑誌。待って、俺何作ってんだっけ、何作ったんだっけ。あタイトル見れない。あ見れる。神社で浴衣する恋人、神社で浴衣する恋人、ちょっと意味がわからないけど1位取りましたね。はい給料も引かれて、うわいいぞ、売れてる、めっちゃ売れてる。60万、100万分はいかないか、さすがにこれ過去最高でしょ。おいった、市長はい、予算23億。あー足りないかも。これで合併はできるよね。合併して、合併は絶対必要。じゃあ合併、ちょっと待って、夜7時に住民が寝床に着く町、早寝早起きがある条例で可決された。いいね。夜歩いてたらなんか捕まるんだろうな。14億か、どうしよっかな。したいんだけど、こっち側のお店の誘致もね1個増やしてて、ボーリング場あるんだよね。ボーリング場やりたいんだけど、いやボーリング場先かな。収入、いやボーリング場後だな。結局だってやっぱこっち時間かかるから文化交流しときたいよね。ペンギンと北アルペン市、いやし人口4万9000人だって、2万3000倍いるもんな。これはでかいけどな。人気温泉街が有名な市、アルペンをひらがなにするかもめたそこは絶対ひらがなだろうな多分。だって日本の国なんだからカタカナってなんか違和感あるよね。よし、じゃこれで OK だな。3億しかないけど、さあ73万いいぞ。あこっちも、あ2人残ってる。いや忙しいゲームなんだよね。95、よし45で95ならいいもんだな。240あるからね、まだまだ成功でしょ。 OK、 なんかくれ、なんかくれ。求人、北求人一流大学、一流大学だって。それは人を雇えるぞ一流大学の。いやさっきちょうど教育しちゃったんだよな。教育に5000万ぐらいかけてるからな。じゃあ5000万じゃない、5億ぐらいかけてんだ。あ探検終わった。え神社レベル3出てきた。あ探検まだいけない。あ85万部あ100はいかんかな。100生きて、お金もうちょっと貯めてからにしようかな。一流大学はなんか高そう。これぐらい6億4000万ぐらいだったらさっきのやつで100万いくかどうかみたい。いかねえ。はい、ララバイ町長来た。合併、ララバイ町長お宅の町をうちにください。さあ合併が完了しましょう。お土地も種も広がっていく、ゲットしましたね。よし、こんにちは。なんとか終わりましたね。見られているさんもいろいろとお疲れ様でした。今後ともよろしくお願いします。あそういえば向こうの方に面白そうな場所、そっか場所増えるんだ。海いいじゃん海。うわー探検も増えるのかよ。
海のランクは、うわ結構初回でこんな難しいんだって。でも海行きたいね行ってこい、お前ら海を研究してこい。いや売り上げ92万部か。いやーそうかそうか。あゼロで 95%、 やっぱ4人いるとでかいな。一流大学のためにちょっと一旦金貯めるか。楽しみだな。アラブの国王とか来そうだな、そろそろ。あサッカー来た、学生にいいじゃん。街の魅力が伝わるような素敵な記事を期待しますよ。それでは OK、 よし、じゃあ広告も増やしたし記事も書いたりとかしていきたいし、お金もそうだね、10億ぐらいまで貯めるようかな。うん、じゃあちょっとカットしてやっていこうと思います。ん、なんか来ましたね。はじめまして、スポーツ振興会です。ついにスポーツショーみたいなのも出てくるってこと？もっと素敵なスポーツ関係の記事を読みたいなと仲間たちと相談したところ、この度スポーツショーをしいっぺんに作れ。そういうわけでにもいかないか。賞金も奮発しましたので受賞できるように頑張ってください。じゃスポーツ関係のやつを作ればいいってことだな、テーマにして。でちょうどいいね、お金も1010億貯まったんで募集かけようか。もうかけたくてかけたくて仕方ないね俺。うわ高っ、やってみよう。いやでも8億とかかかりそうなんだよな。なんか過去の感じで言うと、まあまあいいでしょう、やってみよう。めっちゃいいやつが来るやかもしれんしな。あいいね、3つあったら効率が良い。あエステとパチンコがマックス。あーじゃあ調査はしっかりさせとこう。いけー、どうだ、よしよしよし、びっくりした。この前やめてほしい、マジでビビる宣伝飛行船、宣伝もいいけどな確かに。あーちょっと待って、人見てからですか。いやエストサロン、よしアイテムね、はい、めっちゃくれるなこれ、全然使ってねえけど。パチンコでも上場っていうかさ、うちのさ雑誌に載せたらもうめちゃめちゃ上場するぐらい儲かるってやばい雑誌じゃない。もうその時点である程度さ、うん、なんかお客さん選べるんじゃないこれにして、セレブ御用達の高級ブティック、買いになるには審査が必要。うわ大変そう。なんか俺の知り合いで宝石屋さん経営してる人いるんだけど、経営っていうかやってる人いるんだけど、なんかやっぱ宝石屋さんに働くとなると身分証とかガッチガチに固めて働かせるらしいね。なんかあった時用に履歴書だけではいどうぞって話じゃなくて、まあ普通の一般企業に関しても結構重要だけど、もうすっごいなんか住民票持ってこさせるぐらいの勢いでやっぱ裏取るらしいね。おしゃれなエストのボーリング場、いろいろな設備が充実してる。ボーリング場もできましたね、よし OK。 これで年齢変わるか。あー中年女性に変化しましたね。お牧場にも終わりました。これでさあどんなやつ来てくれるかな、楽しみだな。クマックスはでも引っ越しできてたから6人来た。帽子かぶろ1、あーそこそこだね。日陰ひかりちゃん、あ関口号初めてのやつ、探検100、うーんあんまりだな。特派員わ探検219もある。最近新しい電子手帳を買った。特派員すごいな。あ特派員っていう役職なんだ。あ伊賀の人造、伊賀の人造いいじゃん。墓場のジョージ作家、上級職どんどんで、作文229、やり残した仕事を頑張ります。うわちょっと待て待て待て、カーネル・サンポーリンデスク、うーわ待て待て待て、金足りるか。まず忍者と憧れの出版社に、おホラガイの昔に誘う、ホラガイの音に誘われてか、
憧れの出版社に就職できるなんて嬉しい場合、頑張って働きます。でこいつも雇いたい、墓場のジョージで、あーペッチン、あーどうしよっかな。あ田中角、あもうこいついいわ、とにかくやめてくださいって言われてるけど、ごめん、走り幅跳び。そうですか、うつうつ感づいてはいたのですが、私のいびきがうるさかったですかね。お前仕事中寝てたのか。採用していただけましたか。見られてるのに何恥じないよ、毎日頑張ります、頼むよ。でカーネル・サンポーリも雇おう、企画232。いやペッチンっていらねえんだよな、正直正直この能力で言えばペッチンタが一番、あでもそうか、今入れたからトドロキもいらねえのか。しょんぼりごめんねトドロキ、俺はどうしてもペッチンタを入れときたい。うわ本当ですか、明日からどうしよう。ありがたき幸せ、熱意を持って仕事に取り組んでいくことです。カーネル・サンダーさんみたいな感じだね。あとはいっかな。うわでもすっげえいいやつ入ったな。うわこれはちょっと期待できるんじゃない、うちの会社ね。ちょっと作ってみるか。ここは変えたからいいね。雑誌で多分今海キャンプ子供にしてます。海キャンプ子供ね、ダメだったんだよ俺多分。これ家族にしたら、今家族ちょうど増えたんですよ、家族こう、これならハマるんじゃない。あちょっと待って、特集と広告変えた方がいいな。記者違う、雑誌で担当、企画が高いやつを上に持ってきたいから、82。あこいつこいつこいつをどうしようかな、こいつ変えるか、こいつとだっけ、こいついいか。あとは大丈夫そうか。うん。これでいこう。いや、企画も揃ってきたし、いや、いいメンバーになってきたような気がする。マジで、グランプリ狙えるんじゃない？これで家族。家族。キャンプっていいの？キャンプ低いのかよ。低いのかよ、人気が。なんか、海っぽいのでさ、高いのないかな？ないね。海じゃなくていいかな。海でもね、ちょっとやってみたいんだよね。あ、海とキャンプが悪いんだ。あ、マジで？海とキャンプ悪いと思う？皆さん。キャンプなんて良さそうじゃない？じゃあキャンプやめて。海といえば、バーベキュー。バーベキューか。低いな。せめて中、せめて中、せめて中欲しいよ。花火。来た。となると家族じゃなくてカップ家族。どうなんだろうな。まあいいや、これでいってみよう。これは結構期待してやってるよ。どう、花火、花火いいしょ。11月の3週目に出す問題じゃ、渋いところあんま良くないってこと、これ季節関係あるのかな、やっぱり。あ、家族の花火は合ってるな。あ、いいぞいいぞ。あんまり良くない、あんまり良くない、いい企画くらい、傑作ではない。マジか、幽霊働いてる。忍者もいるし、ペンギンもいるし、うちはもう種族もう、そうだね、人種差別とかじゃなくて種族差別しないから、いろんな人来て。これ多分めっちゃいいビルなのにさ、景色めちゃめちゃ悪い。前のビルの方が景色良かったね。イラスト268見せてくれ。どうだ、50ぐらい期待していい？ 50 ぐらい期待していい？ OK！ 60いく、70いった、おっ、やばいやばいやばい、これはマジで期待できる。100万部いくぞ、100万部の夢が期待できるんじゃない。簡単50分クッキング、3分なんで短い短い。裏からで出来上がったのがこちらですとかじゃないからね、しっかり待つから時間。さあ、墓場のジョージ、作文書いてみてくれ。どうだ？ 50 期待していいのか？おい？
おい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 、ジョージ感動しましたって。全然俺感動してねえよ。マジかよジョージ、能力低いのか。面白サップ行こう、期待してこう。まあ 80% までいっちゃうか。結構これは社運かけて頑張ってもらってもいいんじゃないか。 OK、 面白さ上げてけ。いや上司より能力いいわそんなの。65も上がんの。いや思ったよりいいものができちゃいました。完成が楽しみです。300いったよ。うわジョージマジで、おいジョージ髪切れ。もうあれ書店、あーそっか広告、えなんで今あれだったんだろう。てかできんのも早いかも。いやこれどうだ、いいんじゃない。これやっぱり名前変えれないんだけどなんでだろう。まあいいか。さあこれは売れるはずじゃない。あー今いらないです。てか上級職のやつらちょっと鍛えてもいいかもな。うん、レッスンして、レッスンっていうかランクアップさせてもいいな。さあどうだ、1位取れるよねさすがに。これは売ってくれ、売れ。さあどうだ伸び方は、いいぞいいぞ。おわガンガン伸びてる、ガンガン伸びてる、ガンガン伸びてる。30万部突破。あれ一緒、あれでも1位取った。作っとっかな、ちょっと作ります。さあ作ってる間にどうでしょう、どうだ、どこまで伸びる。いや100万いかないかな、初100万いってほしいんだけどな。いきそうじゃない、いきそうじゃない、いきそうじゃない。売り上げ部数最高、最高売り上げ部数いった、いけいけ。おーアワード、ここでアワード行こう。じゃあ4件スポーツ取ってないな、サッカーとかやってればよかったな。まだ取ってない。文学賞は取れますね。子供と海でキャンプ、普通の特集子供と海でキャンプ特集は普通の特集で、海のサラリーマンバーベキュー、もう海にはまってるんだ俺がね、海にはまって、海ができたのが嬉しくて海にはまってる。サラリーマンのバーベキュー、あ主催の美食クラブが解散したって。え、あ一回取ったら解散するんだ、美食とビューティー。魔球のない方スポーツ、あああったね、見たいやつ、俺が見たいやつ。おい取られた、あ取れた、取られた神社で浴衣する恋人、あーこれなんか俺が90万部ぐらい売れたやつだ。あーでも準グランか、準グランプリか、グランプリは取れねえか。さあグランプリどうだ、どうだ、どうだ、取れないかさすがに。ラーメン屋ローカルルールシュー、そっかーまだか、13年か、頑張ろう。3個取ればまあまあまあでもね十分十分。あ100万部いったよ、100万部いったよ、なんか言って、なんか言って、100万部いったよ。ちょごめんね、これちょっと今作ってる適当なやつだね。わ悪くないね、悪くないね。あいいよ売ってこ、100万部いったよ、なんか言ってよ、何も言ってくんないの、初100万部突破みたいな言ってくれねえな。ペンギンマッチとも、まあまああとうまくいって38、1回でいけるかなってぐらいだね。議会の方のお金は7億、法人税結構増えてきたね。ボーリング場も建てたんで1億ぐらいプラスになってんのかな。でも税金だから年でってことよね多分。いや110万、めっちゃ売れてる、めっちゃ売れてる、いいぞいいぞ、金も稼げてる、いいねいいね。よし、じゃあ今日のところはこれぐらいにしましょうかね。100万部言っても何も言ってくれねえしな。これ売り終わったから言われるかな、100万部突破おめでとうございますみたいな言ってほしいな。はい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 、何何、いやいやいやいい、あちょっと待って、何週まで売ってくれるんだ。 1,2,3,4,5,6,7,8週か、8週、2ヶ月分ぐらい売ってくれるってことか。うーわー2億5000万、まあまあ引かれるね。あ
100万部り上げました、すごいおめでとう言われた。こんにちは市長です、100万部達成おめでとうございました。驚きのあまり昨日から3分ごとに失神を繰り返します。やばいって、病院行った方がいいって意識戻らんくなるよそれ。今回の業績を祝してお祝いを持ってきました。市長さんからカイロランド招待券、招待できる人数は記述されてないのでたくさん招待して楽しんでください。それではさようなら。はカイロランドって何？違う、え研究、あちょこれ研究しとこう、忘れてた。えカイロランドって、カイロランドって探検できるの？もしかして、いや違うな、探検じゃない。んカイロランドって何？アイテム仕様、あこれだ。使うと数が減ります。有名なハイテク遊園地に近隣住民をご招待、ペンギン町民を招待。あこれでめちゃめちゃあれなんだ、あの評価上がってくれるってことだ。いやじゃあいいわそこはまだ。はい市長、はいどうした。あー議会ね、24億ぐらいどう。27億、うわめっちゃもらってる、いいじゃんいいじゃん。はい広告レベルも上がって、いいねいいね、いい感じに進んでるよ。35億あるで、今ペンギンやってるのに2個やれりゃいいのにな。ホエールウォッチ、海もあんのこここれさ規模さ上げた方がさ60とかめっちゃいいんだけど、1億とかかんのは高いよね。うん誘致がな、もうちょっと法人税払ってくれればいいんだけどな。ひょっとしたらこの同じなやつやっぱり何個か置いてった方がいいのかもしれないけど、新しいやつもね。あ最新号見られてがついに100万部を突破したことが兵士の調べで分かりました。報告を受け編集長はたくさんの方に監視等の良さをお届けしたいと思っていたら、いつの間にかこんなブスになってしまいました。これからは皆さんに愛される紙面作りに努めていきたいですと編集長らしい固めのコメントを残しました。しかし取材陣が事務所を後にした瞬間、編集長は喜びを爆発させ、やったーみんなありがとうとビールかけのための用意した水泳帽とゴーグル、白鳥パンツを着用しましたが、副編集長に原稿が濡れますと指摘があり、事務所ではエアビールかけが行われ なかなか盛り上がったようです。神々ありがとうございます。あじゃあじゃあじゃあ、はいということで、そうだね今日のところは、あスーパー来た、どんどん増えるの、ちょっと待って気になる気になる。いや誘致もしたいね、スーパーも誘致できるんだ、いいねこれ絶対。あめっちゃ上がるね、いいじゃんいいじゃん。税も C プラスで宣伝広告、あーできるようになった、やってみるか、ラッピング広告たっけ、まあいいわ。あー結構増える、30代とかが一番増えるのか。うん去年から伸びるプラス74、いいねよし。はいということで今日とかこれぐらいにしましょう。今日は準グランプリも取りましたし、うん人も増えてグルメとかもろもろ取ったし、100万分も達成しましたね、結構済んだんじゃない。次回はグランプリ目指してまた続きやっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。